3曲についてちょっとお話お願いします。天音ヤケロと春蓮華 I20 夜空の観覧車のトリプル A 面で発売させていただいたんですが、この3曲はとても季節感あふれる曲がすごく多くって、すごくなんか聴いてて切なかったり、あのすごい春蓮華だったらすごい可愛らしい曲だったり、 I20 夜空の観覧車だったら、あの私たちとなんかデートしてるようなドキドキ感を味わえるような曲となっているので、本当に3曲とも楽しめる楽曲となっています。特に今出たね、その観覧車の、はいはい、あのミュージックビデオの出来はね、はい、素晴らしいよ。あれはありがとうございます。ね、私人生でデートっていう経験をしたことがないので。それはそうでしょ。本当です、ね、なのであの撮影がデートってこんな感じなのかなって想像しながら撮影したので、もうドキドキしながら撮影もしてました。あ、私尾形はミュージックビデオの中で今年のお正月に買った自分の一眼レフ、あの前回の囲み取材の時にもあの一眼レフが欲しいっていうお話をクリスマスの時にお話しさせていただいたんですが、それから一眼レフをお正月になって買うことができて、その一眼レフ、自分の一眼レフを使ってミュージックビデオを撮影したのがすごくポイントだなと思うので、そこに注目してほしいなって思います。あれはあの完成を見てね、はい、やっぱ自分が一番だなみたいな感じ。はい、私自分が一番だなって思って、完成形のこうミュージックビデオを見た時にこうやっぱ一番自分が可愛いなって思って、特に春蓮華の写りが一番いいなって思っているので、春蓮華をたくさん見ていただきたいなって思うんですが、やっぱミュージックビデオを何回も見ると他のメンバーもやっぱ可愛いなって思うことが多くて、なんか天音ヤケロだったらこの子が一番可愛いなだったり思うことがあって、でもやっぱ結局見返した時にやっぱ自分が一番可愛いなっていうのを気づきますね。観覧車の撮影をしている時に私はデート風に撮影をしていて、それをやっている姿をスタッフさんに見てもらってたんですよ。すごく自然だねっていうのと、なんか男の子の心を分かっているような演技だねっていう風に言われてすごく嬉しかったです。真帆ちゃんは？私もあのデート風に撮ったんですけど、私はスタッフさんに振り向きがうまいと言われたんですよ。はい、はい、そこ皆さん注目してみてください。あれはもう NG とかなしで？あ、もうないですね。どなたも？もう一発 OK なの？あの私と小野瑞穂ちゃん2人で観覧車のシーンを撮影したんですが、2人で乗っていた時にあのちょっと高いところが瑞穂ちゃんは苦手なんですよ。なので観覧車の中で私1人で撮影している時に、横にあの待機していた瑞穂ちゃんが怖い怖いっていうのをずっと言っていて、私はちょっとそれを聞いて笑いそうにはなってしまったんですが、でもここはちゃんとデートしてるシーンだからっていう、こらえなきゃっていうちょっとニヤニヤしたところが、もしかしたらミュージックビデオに映ってしまってるかもしれないなって思います。はい、一つ言わせてください。あの高いところが苦手なわけじゃなくて、あの隙間風とかのビュービューっていう音が怖かったっていう、撮影の時すごく風が強くて揺れてたのでちょっとドキドキしました。あれ横浜？横浜、はい、港未来です。いやもうちょっとあの本当にすごいようだけど、本当に素晴らしいんでね、それぞれのコメントを聞きたいんだけど、キソラちゃんどう？いや多分、うん、今回のミュージックビデオは初めてのロケだったんですよ。でやっぱり写真とか動画って外で撮った方が顔が映えるというか明るく見えるので、うん、多分みんな写りが良かったのかなと思いました。じゃあ持ってはいない？持ってはいない。ない。アミちゃん持ってもいない？はい、持ってない。本当にね、あの私個人的にあるんですけど、うん、あの今回 I20 夜空の観覧車で一番最初のセリフを言ってるんですよ、はい、なのでそこに注目していただけたらいいなって思います。そうなんです。私もセリフ言ってるんですが、今まで椿ファクトリーの楽曲でセリフがある曲が何曲あったんですが、私は一回もセリフを言ったことがなかったので、今回この I20 夜空の観覧車でセリフを言うことができてすごく嬉しいので、ぜひ注目してほしいです。私もセリフ言わせていただいてるんですが、一つ思うことがあって、なんかみんなはすごい可愛くセリフを言ってるのに、なんか私だけすごい深刻そうなセリフの言い方になっちゃって、そう、なんかあのもうちょっと可愛く撮れたらいいなと思いました。すごくだからもうこの本当ミュージックビデオの勢いでね、もうこのまま行っていただきたいなというふうにも思うし、やっぱりその昨年ね、あのやはりこう大きな賞をドドーンと取って、こうやっぱりどうですかこの2018年、賞を取った後のこの今活動というかこう気持ちというか今の。そうですね、あの
賞をいただいてからもうあの全国でリリースイベントなどイベントとかたくさん行わせてきていただいていたんですが、あの握手会とかもすごく多くて、握手会で新人賞おめでとうって言ってくださる方がすごく多かったので、それだけ注目されているんだなっていう風に感じているので、うん、なんかそのプレッシャーもあるんですが、でももっといいものを見せていかなきゃっていう向上心にもすごくつながっているなと思うので、今年はより一層パワーアップした姿をお見せできたらいいなと思っております。はい、はい、新人賞を取ってからあのレコード大賞も見て、私たちのことを好きになったよって言ってくださる方が増えたんですよ、だからそれがきっかけに椿ファクトリーどん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 有名になっていけたらいいんじゃないかなって思います。ということはあの同じファクトリーでね、あの拳ファクトリーってあるけども、はい、もう抜いちゃったかな、もういやーそうですね、あらいやでもやっぱり拳ファクトリーもそのハロープロジェクトのコンサートとかで舞台裏からパフォーマンスを見てると、やっぱ歌の安定感がすごいなってすごく思っていて、なんか椿はまだちょっと歌が弱いところがあるかなと思うので、ちゃんとパフォーマンス力はもっともっと上げていきたいなって考えてます。はい、でもあの5月に拳ファクトリーと合同のあのコンサートが行われるので、そこで拳ファクトリーと椿ファクトリーの魅力をたくさんお見せできるように頑張りたいなって思います。オリンピックというのが非常に今こう、ね、あの盛り上がっているけども、はい、どうですか、あの椿ファクトリー的にはこういうところになんかちょっとこう影響を受けたとか、こういうところが素敵だとか何かありますか。はい、はい、私岸本はですね、昨日あのパシュートの金メダルを取られたですね高木菜那選手いらっしゃるじゃないですか。高木選手はあの試合前に三浦大知さんの楽曲を聴くっていうふうに私は情報をちょっと聞いてですね、私もコンサートの前とかに三浦大知さんの楽曲を聴いてちょっと気持ちを高めてからステージに出るんですよ。私金メダリストと同じだと思いましたねオリンピックのテーマソングとかで椿ファクトリーの楽曲が使われていたらいいなと思うので、いつか2020年に向けてなんかオリンピックらしい楽曲がいつかあればいいなって思いました。あの私愛知県出身で、うん、今回男子のフィギュアスケート の宇野昌磨選手が銀メダルを取られたんですけど、はい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 、愛知県でとてもフィギュアスケートが盛んなんですよ、ね、で宇野選手とか浅田真央選手とかが行っているスケートリンクで私も小さい頃遊んでたことがあって結構土日になると有名なコーチの方がいらっしゃるんですね。だから私も頑張って滑ってスカウトされないかなってやってたんですけどスカウトちょっとされなくって、まあ、スケートの才能はなかったんですけど、多分その分アイドルとしての才能があったんじゃないかなって思いました。まあ、ちょっと残念なエピソードというかそうです、残念、ね、そういうことね、はい、他はどうですか、こう見てて、はいはい、私尾形が今回注目しているのがあの新種目になったあのビッグエアなんですが、男子ビッグエアであのこの間テレビで生で放送されていた時に私テレビをちょうど見ていたんですが、あの国武選手と大久保選手っていう方がいらっしゃって、そのお二人は私より年下の高校生なんですよ。そんな高校生の方々がオリンピックに出場されているっていうのを聞いただけで、なんか若い世代の方がオリンピックを盛り上げていらっしゃって素晴らしいなって思ったので、私たちもハロープロジェクトの末子グループとしてもっともっと若い私たちがハロープロジェクトを盛り上げていけたらいいなと思ったのですごく影響されました。カーリング女子の今北海道弁が話題になってるじゃないですか、うん、そうだねなど、そうだね、なので、うん、そういう他にもあと北海道で活躍され北海道の選手が活躍されているので、うん、私もその波に乗っていけたらいいなと思います、うん、そうだね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 。